はい、いつもお世話になっておりますアンツベチャンネルです。はい、今日はですねこちらやっていきます。これアギトアリを飼育している飼育容器なんですけれども、アギトアリ今回おそらくこのチャンネルではアギトアリの飼育についてやってこなかったと思いますが、今回初めてやっていこうと思います。はい、ということでアギトアリなんですけれども、まあ、ここで飼育しているアギトアリはだいたい3、4年くらいも経つのかな、まあ、それくらい飼育を続けていまして、まあ、アギトアリって飼育難しいって言われがちなんですけれども、この土で飼育すればすごく相性がいいのでかなり長期間飼育することができます。はい、で今ねおそらく50匹とか100匹とかになってるかと思うんですけども、ちょっと数が今どれくらいいるか把握できてないんですが、こんな感じで土の中に穴が掘られてまして、この中が巣になっています。はい、まあ、土飼育どうしてもね中が見にくいっていうあの欠点はあるんですけれども、なんかアリの生き生きした姿が飼育してて見れるので結構ね面白い飼育の方法なんじゃないかなと思いますが、はい、まあ、今回はこの飼育容器からですねまた別のものにちょっと引っ越しをして、リセットして飼育していこうかと思ってます。はい、でそれがですねこちらになります。はい、こちらですね、よいしょ、かなり大きいですけれども、まあ見てわかりますよね、大きいガラス製の水槽を用意しました。これにアギトアリのコロニーを引っ越しさせて飼育をちょっとリセットしていこうと思います。はい、これで一応全体が見えるかな。はい、で大きさがね横幅が45センチですね、奥行きが25センチとか20センチとかそれくらいかな。はい、でこういうあの横長の水槽にしたんですけれども、これがね棚にぴったり入るサイズだったのでこれにしました。はい、本当はもっと大きいので飼育はもちろんしたいんですけれども、これでねやっていこうと思います。はい、で水槽使ってねどんな飼育容器を作っていくかと言いますと、まあ、今回も土飼育をしていきます。で今回土飼育していくんですけれども、もう少し凝ったレイアウトにしようと思います。はい、凝ったっていうのは例えばね石を設置したりとか植物を設置したりしてちょっと自然っぽい雰囲気を出していければいいかなと思いますので、そんな感じでやっていきます。で簡単にね今床に道具類をセットしてみたんですけれども、例えば左の方にあるのは土類ですね、まあ、土類は全部ホームセンターで売ってたものをこんな感じかなと思うものを買ってみました。はい、ちょっと配合はどうするか後で考えます。であとは真ん中の方に苔類ですね、まあ、苔はホームセンターで買ったりとか、あとはフリマサイトで石付きのやつを買ったりとかしてみました。はい、であとは裏庭に生えているシダ植物とか、あとホームセンターで購入してきたシダ植物とか、そういったものですね、そういったものも買ってみました。あとですねちょっと忘れてたんですけれども、こんな感じで苔もね売られてましたので、苔テラリウム用の苔パックをちょっと何種類か買ってみました。こんな感じで苔類はほとんど買ってます。はい、まあ、それから石ですね、まあ、石も基本的にはホームセンターで買ってきました。はい、なのでこういうものを組み合わせていってちょっと作っていこうと思います。じゃあ早速やっていきますか。
はい、ということで一応完成しました。はい、大体3時間くらいかかりましたね。まあ、素人なりにやったんですけれども、そこまで時間かからなかったので良かったなと思いますけれども、まあ、とりあえずこういったテラリウムの形式になってるんですが、まあ、アギトアリを入れるのでアリ飼育しやすいようなレイアウトにちょっとしました。はい、まあ、具体的にちょっと見ていきましょうか。まず一番手前の部分ですね、ここが広場になってるんですけれども、ここがいわゆるあの外界ですね、外になります。はい、まあ、アリ飼育でいうと餌場なんて言いますけれども、餌場の部分ですね。はい、でアギトアリはこういうふうに汗場の部分を乾燥させておくと、ここにゴミを捨ててくれる習性がありますので、まあ、今回もそんな感じで赤玉の土をですね、あの敷き詰めている状態になります。はい、ではそれからですね、あとは基本的な仕切りは石を使って仕切りを作りまして、縦方向に立体的に組んでいきました。まあ、この辺も苔がついたものがあの購入することができたので、そんなのもうまく組み合わせています。はい、まあ、それから買ってきたあの苔なんかとか、あとはシエダ植物ですね、そのあたりもうまくレイアウトできたんじゃないかなと思います。今まだそこまであのシエダ植物とかの根っこがしっかりついてる状態ではないですので、今アリを入れてしまうとぐちゃぐちゃになっちゃうと思いますから、ここからね、養生期間をだいたい 1,2 ヶ月くらいかな見ていって、しっかりと根っこが張ったのを確認してからアリをこちらに投入していこうと思います。はい、それからちょっと面白いことをちょっとやってみたんですけれども、こちら表なんですが、ちょっと裏にね、この部分ですね、左端のところに何か組み込まれてると思いますけれども、これはね、あのアリ飼育ケースなんですよ。 3D プリンターで作られたアリ飼育ケースを中にちょっと閉じ込めてみました。でこれでこの中アリが使ってくれるか、アギトアリが使ってくれるかっていうのをちょっとね見ていきたいんですけれども、かなり奥に埋めましたので、まあ、ここを使ってくれるまで相当時間かかるかもしれないですが、こういった楽しみもちょっと一個ね付け加えてみました。はい、であとはね、もう少し本当はあのここの崖といいますか、石の積み上げの高さをもっと上まで行きたかったんですけれども、今回アリを飼育しますので、あまり高くしすぎると脱走されてしまう可能性がありましたので、まあ、今回はこの辺であの抑えております。はい、本当はもうちょっと高くして拡張よくしたかったんですけれども、まあこれで十分ですよね。はい、そんな感じです。あ、それからあとね、 LED のライトですね、今回植物が入ってるのでしっかりと光合成ができるように、まあ、こんなライトも準備してみました。はい、こんな感じでね、ライティングさせることができますんで、うまくね、あのこのまま維持できればと思います。はい、とりあえずはじゃあ 1,2 ヶ月くらいは放置ということで、一旦ここで今日は終わりです。 This is not the end.